はい、おはよう。ということで、今日はね、トト第1019回のワールドカップトトをね、予想して買っていきたいと思います。購入内容を入力する。1018回はね、まあいい感じに、あと残すところ3試合なんですけど、まあ1試合だけ外しちゃって、あと3試合当たれば2等で、3試合中1個外しても3等っていうね、そういうところまで来てますけども、もう第1019回のね、購入がもうね、最終日かな、今日か明日で終わっちゃうんで、迫ってるんで、今日買っちゃおうと思います。で、ちょっと第18回まではガチガチの買い方をしてたんですけど19回はちょっと大きく狙おうかなっていうちょっとありえなさそうな組み合わせで買っていきたいと思いますよ。これ当たればね、まあ1等が当たれば配当金も大きいし、ガチガチだとちょっとね、金額低くなっちゃうんで、19回はちょっと冒険してみようかなと。難しいですね。皆さんも買いましたか？まあ一応ガチガチなのは買ってあるんですけど、サウジとエジプトどうしようかな、これ。難しいね。ちょ、ここは取っといて、デンマークとフランス、これフランスなのかな。俺フランス優勝すると思うな。あ、そっか、ガチガチじゃダメなのか。じゃあこれデンマークにしようかな。ね、でスウェーデンとメキシコ、ここはちょっと引き分けにしといて、メキシコだと思うんですけど、まあ引き分けにしといて、セルビア、ブラジル、まあこのブラジルだと思うでしょ。ブラジルだと思うんだけど、セルビアはちょっと冒険しすぎだと思うんで、これ引き分けにしようかな。あとでね、ちょっとね、買い足していきましょうよ。で、ポーランドと日本。これは、どうしようかな。これ日本にしとこうかな。いや、これポーランドにしとこうかな。いや、これ難しいね、19回。これ普通に買っても多分、そうね、普通に買っても多分荒れると思う。難しいもんだからね、どうしよう。スウェーデンとメキシコ引き分けでしょ。セルビア、ブラジル、これブラジルにしとこうかな。でもブラジルなんかそんなだったんだよな。でもセルビア、これブラジルにしとこう。ガチガチではなく、ちょい冒険にしときましょう、今日は。やっぱりね、当たってほしいんでね。ウルグアイとロシア。まあ、ロシアなんだろうけど、ロシアは強いな。ロシアは強いな。スペイン、モロッコ、スペインでしょ？クロアチアでしょ？お、これいいじゃない。セネガルとコロンビア。これ、いい感じじゃない？これ難しいよ。コロンビアだと思うんだけど、もしかしたらつながるから、セネガル。ほら、ベルギーとイングランド。これはね、これは両方買っといた方がいいでしょ、これ。ね。これね、全部チェック入れた後に見えてくるから。真っ白だとね、ちょっとね、分かりづらい。
イングランドとポルトガルでしょ、あ、いや、イランとポルトガルでしょ。イランとポルトガルだったらもうポルトガルなんだけども、まあポルトガルか。アルゼンチン、ナイジェリア、どうしよう。これは2つちょっとダブルにしといて。まあスイスとコスタリカ、スイスでしょ。こっからですよ、こっから。あ、まだこれか。サウジとエジプト。まあエジプトなんだろうけどな。サウジアラビアも、これ引き分けっぽいんだよな、なんか。これで800円でしょ。エジプト、これ引き分けっぽいな。デンマーク、フランス、デンマーク、フランス、デンマーク、フランスね。デンマーク、フランス、まあフランスではあるとは思うんだけど、まあいっか、これはこれで。メキシコとスウェーデン、これメキシコにみんなかけてると思うんだよな。引き分けにしといた方がいいと思うんだよな、これ。まあガチのはだからメキシコです、だけどこれちょっと外しといて、なんかそんな感じがするんですよね、感じが。セルビア、ブラジルはこのまま。日本とポーランド、やっぱり日本人なので日本を応援してあげたいっていうのはあるんですけど、これだって2つ買っちゃったら1600円になっちゃうもんね。1600円までは買いたくないから、これ日本、引き分け、引き分けでも多すぎるな、したら。ちょ、これはね、どうしようかな。どっちにしようかな。これちょっと日本にしときますか、じゃあ。こっから修正していきますよ。ガチ。ガチになっちゃうよな、でもな。金かかってっからな。ちょっとでもこのメキシコとスウェーデンは冒険してるんじゃない、引き分けね。あとまあロシア、スペイン、クロアチア、セネガル、コロンビア、これもねこれ冒険してるよね。コロンビアの方が絶対強いでしょ。だけどあえてセネガルで、セネガルね、結構良かったよね、動きはね。イングランドとベルギーはちょっとよくわかんないから、よくわかんないとか、どっちも強いから、わかんないから、試合が。これは2つかけときましょうよ。ナイジェリアとアルゼンチンも、アルゼンチン今回ちょっとやばいんで、ナイジェリアが勝つ可能性もあるよね。そうね、スイスとコスタリカでも絶対スイスだから、ここはまあ冒険しないで、当てるのは当てたいんでね。で、何箇所かちょっと冒険してんじゃないこれ。セネガルとコロンビアとかね、スウェーデンとメキシコとか。でも引き分けってあんまないんだよな、本当は。だから難しいね、勝負事は。分かんないですからね。そうね、メキシコね。うわ、すげえ悩むな、なんか。どうしようかな。でもね、結構当ててはいるんですよ今回のトトね。まあ惜しいところまではいってるし、このねえ、ここですよね。まあメキシコ、スウェーデン、セネガル、コロンビア。難しい。でも
逆を言えばこのメキシコスウェーデンとセネガルコロンビアだけじゃない危なっかしいのは、まあ、日本とポーランド、まあそうねそうねそうね、まあ、これいけますよ。これでこれ結構冒険軽くしつつ結構ガチ軽くガチじゃんよくわかんねえけど言ってることが、いやメキシコなのかな、これメキシコにしといた方がいいのかないやそれじゃ面白くねえしな。どうしよう、引き分けなんか来そうな気するな。メキシコ、いやメキシコ絶対メキシコだよな。どうしようかな、ここはメキシコにしといてセネガルコロンビア、ここは引き分けにしようか。じゃあねえセネガル来そうなんだと思う俺、なんとなくですけどね。メキシコとスウェーデン、ここ悩むね。引き分けかな、メキシコかな、セネガル、コロンビア、冒険しないで買う冒険しないで買う、ガチガチになっちゃったね。またね冒険しないとね、やっぱね引き分けってないよな。引き分けセネガルが勝ってほしいんだよな。そしたら絶対これ800円でしょ、うわー1600円か。これコロンビア負けてくんねえかな、ここコロンビア負けてくんねえかな。負けるでしょ、でもコロンビア日本に負けたかんね。これメキシコとスウェーデンもな、ここねスウェーデンだからね、なんつうの6-4ぐらいでメキシコなんですよね。だからほんと6-4ぐらいだと全然勝てるんで、4と6だったら、ね、これは7-3とかだったらちょっとやっぱセルビアとブラジルぐらいの7-3とか8-2とかね、クロアチアとアイスランドだったら7-3ぐらいでクロアチアじゃないですか。でもスウェーデンとメキシコだったらまあ普通の人はねメキシコ7-3とか8-2でメキシコだと思うんですけど、なんか今回見てきた中で感じたのは、まあ、スウェーデンとメキシコだったら6-4ぐらいの差ぐらいしかないと思うんですよね。メキシコが6、スウェーデンが4、まあ、もしかしたら 5.5 の 4.5 ぐらい、まあそこまではいかないかな。だからね6-4ぐらいだったらね引き分けに持ち込めるようなね気もしないでもないな。でもメキシコなのかな。今回これでいきます、もう一回見てみますか。エジプトとサウジ、まあ引き分けかエジプトで、フランスとデンマークだったらまあフランス、メキシコとスウェーデンだったらまあメキシコ、ここなんかすげえ気になる、引っかかるな。でセルビアとブラジルだったらブラジルでしょ、ポーランドと日本でまあポーランド、ここ難しいけど、まあ、日本人なんでね日本にかけときますよ。でロシア今回すごい強いんで開催国だしロシアにしといて、まあモロッコとスペインだったらまあ完全にスペインで、クロアチアとアイスランドだったらまあクロアチアでしょ、今回すごい強いんでね。でコロンビアとセネガルだったらまあここもだからそうなんですよね、6-4ぐらいだと俺思うんですよ、6コロンビア4セネガル、
まあ7-3ぐらいはあんのかな、コロンビア。でもこれもしセネガル来たらよ、本当はコロンビア買いたいんだけど、まあガチのは買ってあるし、コロンビアが負けてくれればセネガルが勝ってくれれば、これ配当金でかいんで、ここは動かさないでいきましょう。でイングランドとベルギーってのはもう本当わかんないんで、まあどっちが勝ってもおかしくない。まあベルギーだとは思うんだけど、イングランドやばいんで、強いんでね、昔から。これは両方買っといて、イランとポルトガルだったらもう完全にポルトガルでしょ。アルゼンチンとナイジェリアだったらアルゼンチンだとは思うんだけど、今回アルゼンチンちょっとやばいんで、ナイジェリアは動きがすごく良かったんだよ、ナイジェリアがね。でここもね、ちょっとね、ナイジェリアに来ることもあるかもしれないってことで両方買ってる。でまあコスタリカとスイスだったら完全にスイス。この辺はね、まあ間違いはないと思うんだけど、この辺メキシコと、皆さんが買うんでしたらよ、メキシコとスウェーデンで、この辺がちょっと肝になるかな。あとさっき言ったコロンビアとセネガル、これコロンビア買っちゃったら面白くないからまあ配当金低くてもね、まあ1000万とか当たればいいよっていう人だったらいいと思うんですけど、もっと夢を見たいそう、ロマンを見たい、ロマン法をね、ぶち込みたいっていう人は、セネガルだよね。コロンビア対セネガル、セネガル、まあ、これまあまあいいとこまで行く予想だと思いますよ、これ。しかも低金額で800円で、1600円とかね、かけたい人は、だから例えばここをトリプルにして、まあ、2400円、お金別にいいよっていう人は、まあ、コロンビア、まあ、ここも本当はこうしておけば7200円買っとけば、これも完璧な、多分完璧な買い方だと思うんですよ。でも7000円って7000、まあいいんじゃない、4年に一度だから、まあもう19回ね、7200円、まあ4年に一度だからこれぐらい買っちゃおうかなっていう人がいればこれでもいいけど、まあ僕はそういう買い方はちょっとしないんで、買ってもこれかな、1600円、セネガル。本当はコロンビアなんだよな。だからこうしといてもいいし、他は動かさない方がいいっすよ。うん、でまあ僕は今回コロンビアはちょっと負けてもらって、これでいきますよ。まあ本当はこれだろうな、皆さん本当はこれですよ、多分これぐらい買っとけば多分1等か2等か3等当たりますね、当たりますねいや確実ではないですけど、確実なものではないですよ、うん、あ、1600円買いてえな、でもなちょっと今回な、1600円はちょっとな、買いすぎだと思うんだよな。16口、まあコロンビア外しますよ僕は。これでも、まあ、2等狙いぐらいで、でもしセネガル勝っちゃったら1等ですから、他は多分抜かりないと思うんで、抜かりない、まあ、日本とポーランドぐらいかな、抜かりがあるとしたらね、あとは大丈夫でしょう、あとは大丈夫ですよ。で僕これで確定しちゃいますよ、あれまあいいっすよ、今ので、今の買い方しますから僕ね。ちゅうことで今回はこの1019回、今の買い方ね、これで今回予想していきたいと思います。皆さんもワールドカップ試合ね、サッカー自体を楽しみながら、まあ、予想はおまけでね、楽しんでいただければと思います。それでは今回この辺でお疲れ様です。